えお疲れ様です今回はねあのオリジナルビデオかオンデマンドかなんか分かりませんけども赤城っていう作品のねラストシーンを見ることになったんですよねこれ思い出してみるともともとは「天」っていうね漫画があったんですよまあマージャン漫画なんですけどもね「天」っていうマージャン漫画の中の天のライバルであるはずの赤城がなんとこの「天」という作品のね最終巻15巻16巻17巻だったと思うんですけども最後の3つのこのね えー、ラストシーンを全部このライバルである赤木が飾るんですよね、なぜか。赤木が赤木でスピンオーク作品であるんですよ。でも、本編であるはずの天っていう物語のラストシーンは <laughs> 天が主人公じゃなくて赤木なんですよね。それが今回ね、映像化されていたわけなんですよ。えー、赤木の葬式編としてね。で、最後の死の描写もものすごく上手に描かれていて、 吉田英作さんんが演じられているんですよねそして天を岸谷五郎が演じられていて2人ともねぴったり役にはまっていると私は思うんですようただまあねあの高い注文をつけるんだったら吉田栄作さんまだちょっとねあ若い <laughs> 若いですよねやっぱり声に張りがあって元気なんですよだから赤城ほどの人を最後は演じれなかったなと思うんですけどもただね赤城ってのは53歳で。 えー、まあ永明ということになってますのでまあ吉田栄作さんからしてみたらちょっと若い役を演じたってことになるのかなと思います。まあなんせこの作品の時代背景が昭和40年代とか50年代ですからね当時の寿命とかを考えていくとそんなもんかなっていうのとあとはその時に、えー、まあ 語られている作品のね、もっと多分前をイメージして作られたんじゃないかなと思うんですよ。例えば昭和30年代とかね、まあよく言って40年代っていう時代背景のもとに、博打で生きる人間模様とそれに関わるね、まあ原田っていう関西一のヤクザ軍団みたいなね、まあ、そんなもんが絡み合ったりとか、まさにね、マージャンで、あの、全国がね、こう、ひしめいてる なんかそこで裏社会の起き手を決めるなんてのは、まあ、昭和40年代とかにはもう消えていた文化ですからね、うん、そういうふうぐちゃぐちゃとしてそれをこの令和の時代に、うん、まあ復活させた映像化させたとなるとそれなりになんかギャップが生じるのはね分かるんですけどもねまあでもあのあんまり注文をつけても申し訳ないぐらい私は今回これが映像で見ると本当に良かったなと思いますね、うん、やっと私のねその 天という作品、赤木というね、作品。私が中学生とか高校生の頃から見ていて、ついに50歳になってしまったという私がね、あついにこれで福本作品の、まあ、一つのね、完成を見たかなって、そんな感覚でございます。はいえー、今回のレビューは以上ですね。まあ、他にも言いたいことあるんですけど、まだ別の時に言いますわ。あの、これね、作品としてはね、第5話で終わるんで、すごくテンポよく見ることができると思います。私も一気見してしまいました。だいたい1個の作品が30分前後なんで、あの、 一日で見ることはできると思いますんでね。あの、私が見てるのは DMM なんとかってやつだったと思いますけども、まあそういった動画配信サービスでご覧いただければと思います。それでは。